バージョン5.0魔人任務で5名の話が出てきてるんで、ちょっとアーカイブ分けといたわ。ああ、ナタは英雄の国なんだ。先人の勇ましい功績は物語という形で今まで受け継がれてきた。5名というのはこれらの物語のラベルのように長い歴史の叙事詩を思い出させてくれるものだ。そうだよ。例えば私の5名の一番有名な継承者は27回も旅順者の戦争に参加したんだ。旅順者って読むんだ。最後に参加した時なんてもう60代のおじいちゃんだったんだよ。体はついていかないはずなのに、それでもその人は彦星矢の巡礼で上位を取ったの。本当にすごいんだ。5名は物語を記録しているが、それだけじゃない。それは代々受け継がれてきたものでもあるんだ。カチーナ、持ってるか？持ってるよ。ほら、これ。わあ、黒い石の中にキラキラしたものが入ってるぞ。とても神秘的な雰囲気だぜ。大礼は適していると思うものを継承者に選ぶ。そして、現継承者の行いもまた、5名に記録されるんだ。時が経つにつれ、5名の有する英雄の物語は増えていき、価値もどんどん高くなっていく。それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまた、その功績に励まされる。例えば、私みたいにね。今でも、どうして大礼が私を選んでくれたのかさっぱりだけど、でももし、あんまりたくさんの英雄たちも昔頑張ってきたんだってことを知らなかったら、とっくに諦めてたかも。精神的な力っていうと、この石には実際力はないってことか？オイラをもっと強くしたり賢くしたりすることはできないのか？ああ、だからこそ他にはない価値があるんだ。授けられた力で英雄になったとしても、それが人間の努力の成果か力のおかげかはわからないでしょ。確かにそうかもな。そんなことを考えちゃったら、励まされるものも励まされないぞ。コメイについてこんな言葉を残した人がいた。人類は奇跡を黒曜石に刻んだが、後世の継承者はそれを力と呼んだ。昨日の奇跡は今日の激励となり、昨日達した限界は今日の目標となる。きっとそういう意味だと思う。だからカチーナも焦る必要はない。コメを手に入れた時に大礼の判断を理解できない者は数多くいた。でも諦めなければ、強さを求め自分を超えていければ、お前だけのチャンスはきっと訪れるはずだ。うん、ありがとうバカルおじさん。私元気出すよ。さて、そろそろ聖火競技場に向かわないとね。あ、あなたたちも一緒に行ってくれるかどうかはまだ聞いてなかったけど。聖火競技場って非火星矢の巡礼をやる場所か？うん、試合はそこで行われるんだ。部族間の集会もいつもそこでやるんだけどね。うん、そうだよ。エンジン様は非火星矢の巡礼の最重要人物だもん。ひひ、それならちょうどよかった。オイラたちも一緒に行くぜ。二人が一緒なら心配ないな。さあ、早く行ってくれ。はーい、じゃあ行ってくるね、バカルおじさん。さっきはテンション上がりすぎちゃって、もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。本当だよな。
さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。ううん、そんな風に言わないで。二人を責めないであげて。私たちナタ人にとって帰化聖夜の巡礼は本当に大事なんだよ。私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。だからみんなナタを守る強者になることに憧れてる。これは別に自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、自分の力を捧げたいと思ってるの。まあいいか。聖火競技場で帰化聖夜の巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば考えも改まるとも。私たちの文化と歴史を体感してもらうのにはいい機会になると思うよ。あっちに行けば児玉の子の集落から出られる。それから最後のスポット七天神像もあそこにあるよ。さあ行こう。もう先に開けとるけどな。こっちに行けばいいな。若干眠たくなってきちゃったな。この先にある。すごくかっこいい心臓だな。エンジンってこんな感じなのか。うん、そうだよ。綺麗で凛々しくてすっごくかっこいいんだ。そういえばこの前七天神像に触れた時は炎の元素力を得られなかったよな。一体なんでなんだろうな。え、七天神像から元素力を手に入れるの。ああ、カチーナにお前の凄さを見せてやれるチャンスだと思ったのにな。不思議だよな。ナタってそういう特殊な土地なのか。残念だったね。期待させちゃってごめんなカチーナ。ううん、気にしないで。それよりも前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの。元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。ちょっと見せてくれないかな。できればでいいから。ダメ。お前の腕を見せてやれ。なんか自由自在に元素切り替えてるけど。違う元素力だ。一人で別の元素力を使える人なんて聞いたことないよ。私も試してみる。ダメだ。やっぱり岩の元素力しか使えないよ。私とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたらきっと腰を抜かすぜ。うわ、あれはなんだ。あれ、あのボスのやつかな。どこ行った。ククリュウっていうの。高い空をとっても早く飛べるんだよ。今日も元気いっぱいだ。あのボスのやつ、ククリュウの亜種とかって書いてあったっけ。おいらもトワリンのことは思い出したけど真似するなよな。そういえばこれからは長い道のりになると思うからこれをあげるよ。キラキラしてて宝石みたいでしょ。ママが作ってくれたキャンディーなんだ。遠出とかトレーニングの時はいつも持つようにしてるの。お腹が空いてクラクラせずに済むよ。甘いものは大好きだぞ。ありがとな。うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろこまごましたものを持ってきたからきっと役に立つと思うよ。竜の国、なんかアチーブが
何かも特別だ。何もかもじゃなくて何かも。これを集めればいいってこと？アーカイブ分けようか。